最後は五将の手に落ち、関羽将軍潔い散り際でございました。なんと、おいおい、くそー、兄じゃに行こうなどと言いながら失ってしまう。一番身近、一番大切なものを何をしていたのだ私。兄者、グダグダと諸葛亮、お待ちください。待たぬ、戦だ。今すぐ将来を呼べ。遠路をお越しいただき恐縮です、総秘殿。芝居、父の心も熱いようだ。この激戦地、お父君、殿の大使に導かれればこそです。その際、この乱世で磨き上げておくがいい。乱世の先、さらに総猛徳の世の先、私と共に世を治めていくために。伝令、劉備の軍が慶州の曹操軍を攻撃、各地を制圧した模様。何、諸葛亮、それぞれの勝利とはこれか。劉備殿にとって寄ってた土を得ることは急、西の益州を得るまで慶州を仮の宿とさせてもらいます。この勝負は貴様の力によるところも大きい。今日は見逃してやろう。だが、そうそう、天下から消えた以上、ええ、戦うべき敵は互いを置いて他にいません。では、いずれ。信用できるか。暴虐の鳥、玉璽を渡すわけにはいかん。確保せよ。宝泉様、あの方たちは私を信じてくださらないそうです。何、私がこれほど言っているのに。悲しむな、朝鮮。言ってわからんバカども、俺が叩き潰してやる。止められなかったか。ええ、やはり関羽殿は殿にとって特別なお方。呉は天下を争う敵とはいえ、四分で起こす戦に大義はない。ですが、この選択こそ実に殿らしい、そうも思えるのです。うん、確かに大義を超えて人足らんとするところに殿の人徳はあるのかもしれん。劉備殿の大使のため、いざ。超紫龍の槍、道阻む者は容赦せぬ。
河北から総比の軍が接近中。艦中で張飛の娘が放棄しました。西から見たこともない軍が迫っています。この俺は何者にも負けん。奴らの船に突っ込む。後ろの守りはあんたらに任せたぜ。おいあんた、寝言にしちゃ大きすぎないか。入ったばかりの奴が勝手に持ち場決めるなっつーの。心配すんなって。ぶっ込みの喧嘩じゃ負けたことねえからよ。いや心配とかそういうんじゃなくて、もういいだろう。官兵衛、君の力を我ら孫悟に見せてくれ。お前の兵は川沿いに待機させてある。うまく使ってやれ。おう、任せとけって。精鋭の誇りは捨てぬ。だがもはやこの名に頼りはすまい。最後は五将の手に落ち、関羽将軍潔い散り際でございました。なんと。おいおい、くそー、兄じゃー。私は共に行こうなどと言いながら失ってしまう一番身近、一番大切なものを。何をしていたのだ私は。兄じゃ、
グダグダと諸葛亮お待ちください。待たぬ戦だ。今すぐソーラを呼べ。いいところに来た。これ、ふかしたての肉まんだ。おう、いただこう。ん？親父、この具の歯ごたえは、タケノコか。へへ、刻んで具に混ぜてみやした。結構、いけるでやしょ。ええか。お一人で出歩かれませんようにと。何度も。すまない、チョウ。だが、私には玉座よりもこの雑踏こそが心地よいのだ。確かにこの人々の穏やかな姿こそ殿が求めてきた天下の姿。殿ではないだろう。失礼しました、陛下。冗談だ。ああ、今日も日差しが暖かいな。Mommy, tell me, do you like it? I know you like it. It's written all over your face. Don't fight it.